近日、中国農村最近、中国のネット上には、2歳のいとこを抱きながら、授業を聞く少女の写真が掲載され、人々の涙を誘いました。海外メディアも取り上げています。中国では、戸籍制度の制限で、都市部で働く農民校の子どもたちは、中学以上は通えません。中国の戸籍制度の弊害がもたらした社会問題の深刻さが垣間見えます。この写真は今年7月29日、湖南省の鳳凰県のある小学校で撮影。10歳の劉長官ちゃんが熟睡している2歳のいとこを抱いて授業を聞いています。2人の姿と表情は8万人のネットユーザーの心に触れました。撮影者によると、2人の祖父母は農作業のため子守りができないそうです。4人の子供はいずれも出稼ぎに出ているため、8人の孫が祖父母の元に残されましたが、面倒は見きれません。長官ちゃんのようなケースは少なくないそうです。中国の社会問題になっている農村部の留守児童問題。戸籍制度が一つの原因だと言われています。一部の都市には農民校指定学校がありますが、小学校しかありません。初中高中涉及到直接在哪一个城市参加高考，参加高考是有户口限制的，城乡的教育水平差距也很大。如果不回乡，这个择校费会很高。这种社会管理上的种种限制，跟目前的人口的流动性，还有城市对劳动力的需要，它都有很大的差距。就也就是说，这个社会保障啊，这方面政策不配套。一方、都市部の農民校指定学校は教育システムの編成外のため。地方当局による取り締まりをしばしば受けます。今年8月、北京海淀区では3万人の農民校の子どもたちが勉強の場を奪われました。また、一部の都市、例えば広州市では今年、農民校指定の義務教育政策が出されましたが、実施にはかなりの難度があるそうです。中国の留守児童はおよそ6000万人と言われています。両親の愛情にも恵まれず、身の安全、心身の健康、教育など様々な問題に直面しています。新東人テレビがお伝えしました。京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。